さあ、オリックスですけれども、今回の内容はオールスターということで、今年はですね、中島監督が推薦をした選手が非常に話題になりました。改めて中島監督がオールスターの今度は日程について独自の考えを提唱しておりました。そして NPB と、メジャーの歴史についてもね、簡単に触れながらお話ししていこうかなというふうに思います。で、中島監督がですね、日程についてどう思っているのかということなんですけど、もし雨降ったらどうすんねんというふうに言ってるんですね。今年に関しては雨降ることもなくてですね、中止っていうのはならなかったんですけど、もし一昨日の広島で行われた第2戦目ですか、雨で中止ということになれば、昨日開催をされてるんですね。ってことは、終わってからすぐ今日移動するみたいな形になるので、休みというのがないということでございます。で、そこがすごくおかしいと。で、シーズンが終わった時に言おうとしても、もうすでにその時には来年の日程が決まっているので、流されてしまうと。だから改めて今言ったと。で、すごく個人的にいいなと思ったのは、批判するだけじゃなくて、しっかりと自分の中でのプランみたいなことも言ってるんですね。例えば、WBC の時はそのメンバーを選ばないとか、で、もしそれでもオールスターって言うんだったら、ちゃんと日程を空けようとかですね、もしかしたら中島監督の中でですね、オールスターへの意義みたいなところが薄れてしまってるのかなというふうに思いました。で、実際に記者がですね、オールスターで一番気をつけることはというふうに質問された時に、即答で怪我させないことだというふうに言っていたので、当然ですけどね、オリックスの選手だけじゃないんですよ。やっぱ他球団に迷惑をかけないみたいなことがすごく持ってる方なので、そこが素晴らしかったなと。で、すごくね、中島監督もなんか批判されてるらしくてですね、コメント欄の方にもちょっと取り上げてくださいと結構いただいてるんですけど、ここに関してはね、中島監督だけじゃなくて阪神の岡田監督とかも言ってるんですよね。今首位を走ってるですね、両チームが言っているということなので、この辺に関しては深く考えていってもいいんじゃないかなというふうに思います。で、ここ最近のですね、やっぱオールスターっていうのは4日間の中で2日実施されるっていうケースが多いんですよね。で、もし雨天中止の場合は、大体に2日3日目になりますから、4日目にずれるっていうケースが多いんですけど、すなわち昨日っていうことですよね。さらに、昨日も中止になっていたら、試合自体が中止だそうですけど、過去にね、2日連続の雨天中止っていうのがないんですが、年によってはね、ブレイク期間が5日間の年もあったので、1日あるだけじゃ全然違いますよね。で、結構ね、個人的に思うのは、メジャー式をなんでオールスターに関しては採用しないのかっていうことですよね。メジャーも4日間なんですけど、そのうちの中身が全然違うということで、1日目はですね、ホームランダービーだけなんですね。日本は1日目2日目で、割と試合前に、前座みたいな形でホームランダービーをやってますけど、選ばれる選手の数も日本もメジャーも変わらないんですよ。8名ずつということで。ただ、メジャーではこのホームランダービーですら結構負担になるということで、大谷さんが、辞退するのかどうかみたいなところですごくシーズンに影響があるからっていうことで話題になりましたけども、今後日本でもなんかホームランダービー辞退する選手も出てくるのかなっていうふうに思いましたけど、で、2日目にオールスター1日だけやるっていうことですね。なので、ア・リーグ、ナ・リーグともにですね、35名と34名が選出をされてるんですけど、1日だけなので、当然ですけど出ない選手とかもいるんですよ。ア・リーグ、ナ・リーグともに5名ずつですね。一方で日本に関してはセパともに全員、ちなみにア・リーグ、ナ・リーグの5名なんですけど、うち1人はですね、ホームランダービーに出場した選手であったりとか、あとは千賀さんとかがですね、選ばれてはいるけど出場していないということで、ファン投票で選ばれた先発投手もね、出場してなかったので、この辺はメジャーの方がしっかりなんかやってるのかなっていうイメージでした。基本やっぱメジャーを追いかける形でやってますけど、ここはね、日本独自でやってるっていうことなので、この辺がね、なんでなのかなっていうふうに思いましたけど、もしかしたら集客みたいなところ、収益みたいなところで2日やってるのかなというふうにも思いましたけどね。で、今年はね、やっぱ WBC がありましたので、メジャーの方でも30名いる中で7人選出されるんですね。ベッツであったりとかいるんですけど、一方でトラウトとかは欠場してます。日本はですね、9名選出をされているということで、これ中島監督じゃなかったらですね、多分おそらくもっと選ばれてたと思うんですよね。ってなってきたときに、メジャーに比べて2名ですけどね、多いっていうのが実情にはなってるということですね。今年はですね、中島監督の起用法についてまた批判がされてしまったということで、去年はですね、
他球団の勝ちパターン、松井裕樹投手とかモイネル投手とかの連投が批判されたんですね。というのも全員1イニングずつ投げさせたので、どうしてもやっぱ数的に2試合やるのであれば2日間とも投げてもらわないといけない選手が出てくるわけですよ。まあオリックスの選手が1人もいないっていうのでね、こう批判をされてました。まあもちろんね、中何日とか直近投げた試合とかですね、その辺も考慮しての4人だったのかなというふうに思うんですが、今年に関してはですね、イニング数で批判されてるんですね。西武の平投手、そして日本ハムの加藤投手が2イニング投げてるんですけど、まあ平投手は中6日で19球、加藤投手は中5日で16球なんですけど、注目してほしいのは球数なんですよね。例えば同じ日にペルドモという投手が1イニングで中7日で15球投げてるんですね。山崎福也投手も1イニング中7日で17球投げてます。これどうですか、1イニングか2イニング、まあ、違いはあれど球数はほぼ変わらないですよね。ってなってきた時に、まあ、イニングよりかは球数をぜひ見ていただきたいなっていうので、もしかしたら平投手も加藤投手ももう1イニングいけるんじゃないかっていうので投げてもらったっていうのが正しい言い方なのかなというふうに思いました。ただやっぱ他球団ファン、特に西武とか日本ハムファンの方は、いや由伸とかね、総一郎が1イニングだけなんじゃないかというふうに言ってるんですけど、しっかりですね、うちの俊平太も2イニング投げております。そして漏れなく2イニング投げた選手っていうのは全員 WBC に選ばれていないということなので、由伸も総一郎もですね、WBC に選ばれておりますし、総一郎は投げてないかもしれないですけど、やっぱりそれなりに調整とかが早めにする必要があったので、その辺をですね、まあ、若干こう考慮していただけると嬉しいのかなというふうに思いました。で、やっぱオールスターの存在意義みたいなところはですね、中嶋監督がこれ言ったことによって結構話題になってるんですね。で、一つが人数格差と移動距離ということで、まず、阪神がファン投票の結果、まあ、10人選ばれてるんですよ。で、広島は3人ということで、この2チームですね、今1位2位の首位争いをしております。ゲーム差1ということで、当然ですけど、休みのある広島とない阪神とでは、今後もしかしたら影響に出るかもしれないですよね。そして移動距離に関しても、初日が名古屋、2日目には屋外の広島ということで、涼しい京セラとかですね、東京ドームでできなかったのかっていうことで、まあ、見る側からするとね、やっぱドームと屋外でこう違いがあるっていうのがあると思いますし、東日本と西日本に分けた方がいいっていうのもすごくわかるんですけど、選手としてはすごく移動が大変だっていうことですよね。この辺がですね、まあオールスターをやるにはちょっと改善が必要なんじゃないかと言われているポイントでございまして、まあ改めて最後にですね、ちょっとオールスターの歴史みたいなところもちょっとお話ししたら、なんとなく今の現状がわかるんじゃないかなと思って、まあ結構ね、調べてみました。まず NPB ですけど、オールスターが始まったのは1951年でございました。60年以降は3試合、89年以降は2試合、2009年、10年に関してはブレイクが5日間、2008年はね、ブレイク6日間で1日が移動日っていうような感じで、メジャーに関しては1959年から62年の間だけですね、まあ、7月と8月に1日ずつやるっていう形で年2回開催されてましたけど、それ以外は1933年からですね、ずっと1日開催で、ホームランダービーもメジャーは85年から採用しているので50年間はずっと1日だけの開催でした。そして試合数の歴史みたいなところも見ていくと、1964年まではですね、セリーグとパリーグで試合数が違ったんですけど、65年から140試合とか共通になりまして、どんどん変動していって、今の143試合っていうような形に落ち着いてます。日本シリーズはもともとね、7戦という形で変わらずだったんですけど、メジャーを見ていくと基本はね、162試合なんですけど、まあ、1876年から1972年までですね、コロコロと変わっていって、今は162試合で落ち着いているというような状況になってます。まあ、なので試合数、このレギュラーシーズンだけ見ていっても、まあ、大幅なこう変更があったりとかしている中で、日程はね、1週間しかずれていないっていうのが現状になってます。で、そこに加えてね、あくまで今言ったのはレギュラーシーズンだったので、ここ最近はね、交流戦とやっぱクライマックスがあるわけですよ。で、その辺をちょっと換算していくとですね、例えば CS が始まったの2007年からなんですけど、ファーストステージとファイナル合わせて9戦ですよね。で、ここに日本シリーズの7戦とオールスターの2試合が加算されていくので、161試合なわけですよ。ってことを考えると、レギュラーシーズンはもしかしたら143試合かもしれないんですが、今最も試合をしている時代なのかもしれなくてですね、しかも日程はそこまで変わっていないっていうことなので、それはやっぱ大変だなと。選手の運用する監督からすると、本当に怪我だけをさせないためになんとか軽減をしたいというふうに考えるのも全然おかしくないのかなというふうに思うので、まあ、中嶋監督がですね、オールスター4日で2日おかしいんじゃないかって言った話にも元をたどっていくと、そもそもの日程がですね、オールスター以前の問題でパツパツになってしまってるんじゃないかってことで、
野球ができるシーズンね、日本に関してはそこまで変わらないと思うんですよ。後ろ倒しするんじゃなくて、例えば前倒すとかですね、せめてそういうやり方をやった方がいいのかなと。まあ結果的にね、オープン戦の期間が短くなったりとか、もしかしたらオフの期間が短くなったりとか、オープン戦を前倒す必要があるかもしれないんですけど、後ろ倒すっていうのはちょっとね、もう時期的に厳しいと思うので、3月の中旬から開幕をするとかですね、上旬から開幕をするとか、そしてオープン戦は例えば沖縄だけでやるとかですね、そういう感じで工夫をしていかないとちょっと厳しいのかなというふうに個人的には思いました。ということで今回のテーマですね、中島監督が提唱したオールスターの日程についてお話をさせていただきました。突き詰めていくと、まあプロ野球の歴史にも触れていくことになったわけですけどもね、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひねコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思います。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。